劇場版シード、フリーダムが劇場上映フィナーレ、SNS に疎すぎるキラのスペシャルムービーが話題に、に対するみんなの反応をまとめてみた。公開からそろそろ4ヶ月も経って前振りも発売されるなんて信じられない。映像有料だからしゃあないけど、そんなことで殴るなよアスラン W。 SNS に疎すぎる、順調で笑った大好評だったろ。以前グエルが SNS ポンコツ概念のスレあったけど、あんな感じでキラが SNS ポンコツ概念見てみたい気がする。キラに SNS はダメだ、病んでしまう。 SNS くらいやっとけよ順調。ネットなんて常に戦争してるようなものなのに、キラ見たら心折れちゃうだろ。クソリプ送られまくっていちいち侵入受けて病んでそう。このために星さんと石田さんに新録してもらったの笑う。ついに終わっちゃうんだな。ここまで来ると星出て福地浴場世帯って思うのはわがままかな。終わるのはあくまで全国上映だから、最終的には多分福地浴は行くと思うぞ。最先端技術の開発者なのに SNS とかサブカルに疎いキラはいる。キラよりキラたちに対するクソリプ一つ一つに噛みつく心の方が問題かもしれないし。アンチオツ、キラさんの何を知ってんだよ。あれはアスランが悪いわ。あれはぼ、キラが悪いと思う幼児うじしてたところをアスランが立ち上がらせてくれたんだ。シンはちょっと黙っていようか、幼馴染にしかわからないことがあんの。嫉妬しないしない。関係ないけど、この画像の名人可愛くない。20年前からずっと、のくだり泣きそうになって笑った。ゴールデンウィークでも見れるのはちょっと嬉しい。アスランも SNS 監視とかするのかな。星さんも石田さんもすげえ役者ってすげえ。SNS の前は公式掲示板とかだってあったでしょうが、とネット老人は思った。上映は松竹系はまだやってくれそうかな。ところでこの松竹系なんですが、ちょっと数なさすぎませんか。札幌と名古屋にないのヤバすぎるやろ。よその配給会社をよく知らないけど、ネットで聞いてた以上に松竹が弱い気がする。九州も東北も1店舗しかない、下も5店舗あればいい方なのはレベルが違くない。ザウートクラスだろこれ。松竹系25しかないのか、少ない。ボケかますキラに笑うとこのはずなのに、アスランが映画で見た記憶よりボコボコにしてて笑ってしまう。公式が一番フリーダムで草。最終週の特典で HGC イーストフリのスーパードラグーン&コーの翼配布とかやってくれないかな。地味に47タネランダムはきついな。今週からゴールデンウィークなんだし、今週と来週で分けてくれてたらな。映画を見てみんなに笑ってほしい。公開前はほぼ不安だったけど、笑顔になれる映画でほんとよかったよ。45億突破おめでとうございます。本当にこんな表情で見られる映画でよかったよ。でも20年前からずっと温かく盛り上げてくれた皆様の声があるじゃないかで、ほろっときたわ。まあ言って47、48億ってとこじゃない。竹松系の映画館自体が少ないし、その少ない中で1日1、2回の上映だろうし。ついに終わりか。こんなロングランになること自体が快挙と、はいは言うが、寂しいし悲しい気もするぞ。まあプラモもめっちゃ売れただろうし、これ以上ないフィナーレだよね。というか5月6月にド本命の前振りと演者認識あるし、そっからもデュエル&バスターあって、さらに燃えるんだよな。変える気がしないよ。 MOV9 の近くに住んでてよかった。舞台挨拶とライブがあるからちょろっと伸ばせるかな。星さんは前に声変わったと言ってたけど、あんまり違和感ないね。まさかここまで行くとはすごいな。本編のキラはもっと長く殴られてる。さりげなく殴られてるシーン、あすかし。キラこんなにボコボコにされてたっけ。本編ではもっとボコボコだよ。がっつり修正入れるとなると円盤は来年かな。そんな遅いわけない、配信だってするんだし。シンはさすがに使い回しだよなこれ。終わっちゃうの悲しい。バースデー舞台挨拶行きたい。どうせアンコール上映やるんだろうけどね。アスランの回し蹴りもカットされてるし。シードってアンチも目についてたけど、カナメはそれだけ大人気だったわけじゃない。ガンダム人気の何度目かのブームの立脚者であることは間違いない。女性人気も高かった。それの評判のいい映画これだけ大ヒットしそうな条件揃えていて、100億いかないのって正直ちょっと不思議なんだ。45億だってそりゃあものすごいけど、ハサウェイもだけど、ガンダムはネームバリューに対して映画の講習としては比してない感じがする。配給会社が松竹で18年前の作品の続編でロボアニメだぞ、100億いくと思う方がちょっとおかしい。ここでも公開前は福地浴100億どころかせいぜい30億って意見だったし、さすがに高望み、あとハサウェイも外れ値みたいなもんだし。当初10億くらいとか言われてたような。100億いく作品は化け物中の化け物なのよ。そりゃあそうだけど、ガンダムは化け物コンテンツじゃん。作品によって差はあるけど、シードは間違いなく。いくら天下のジャンプ連載作とは言っても、ボットでの漫画が400億も出せちゃうの、ニコなんですら200億いってないから、ネームバリューに対して興行収入が低すぎると思う気持ちはわからないこともない。まずもってガンダムは毎年やってるわけでもなく、メインはガンプラだからな。映像作品での売り上げにはもともとなんだかんだ限界がある。君にはなんがわかるに、まあそうだね。アスランはな、ズゴックでな、遠い目、双子生誕のもあるし、フィナーレにいくら行くかな。更新されてるな、正直少なすぎて草。次はどんなアスランが公開されるのか。もう公開されてるぞ、キラを殴るアスランバージョン2が。
感覚狂ってるのいるけど、そもそも10億いったら王妃じゃね。そうだよ、公衆煽りは無視する。当時の記事がアニマンにあったけど、もっと辛辣だったぞ。10億いけるかどうか、ハサウェイに勝てるわけないのに宣伝しすぎとボロクソだった。40億の時のズゴックからジェスティス出てからのアスランを出しされたのも本当はすごいんだよな。しかもの映画館が2日で上映終了予定って書いてあって絶望したけど、あくまで予定だし、ここから上映し続けるパターンもあるのかな。DVD、BD 売り上げやおもちゃで食ってるところがあるからじゃないか。映画に力入れてこなかったのがガンダムシリーズ。ジャクダはこの間終わったばかりの、まだまだファンがたくさんいる漫画や繰り返し映画の新作出して完全にファンがついてる映画よりガンダムブランドの方が強いとなぜ思うのか。20年前の前百話のアニメの続編とか、普通は限られたファンしか見に行かないよ。内容も新しい主人公とかじゃなく完全な続編だし。新しい主人公だったらもっと興行収入少ないのでは。そりゃ既存ファン的にはもちろんそうだよ。あくまでも新規ファンのとっつきやすさの話よ。ユニコーン序盤とナラティブがその対象なんのかな。配給が松竹、20年前の100話あるロボアニメの完全新作だもんね。復活のルルーシュが10億だったし、40億超えは正直想像しづらかったな。ハッシュタグつけて感想を改めて垂れ流してきたわ。ズゴックへの感想を入れる文字数が足りません。しれっとシンが殴られる部分カットされてて草。キラをボコボコにするのが SNS で散々体張って、ダースランなの笑う。25億予想でガンダム映画歴第1位はいけると思ってたが、まさか45億までいくとは思わなんだ。日本の公衆ランキング100位以内に入ったの快挙よ。好きな YouTuber がアニメ映画ブームの流れに乗って100億いくんじゃないか、って事前予想してたから期待しちゃった。松竹じゃなくて東宝ならワンチャンあったかもしれない。単純に上映場所がなさすぎ。さすがにガンダムの映画で期待しすぎ。映画化ブーム前からジャンプやコナンはガンダムの公衆上回るくらいには基盤が強い。でもこのアニメ映画ブームの時代でガンダム IP のコンテンツ力ならって期待しちゃうよ。そのガンダム IP がオタクが思ってるほどそもそもそこまで強くない。新規取り込みと新しい風吹き化したくて水星作ったんだし。いや強いよ、この表はガンプラも含んでのことだから、そりゃ強いに決まってる。そもそもこの表で図抜けて強いポケモンですら興行収入100超えたことない時点で土俵の違いがよくわかる。そりゃ映像媒体で漫画アニメ媒体専門にやってる人らには勝てぬよ。ガンダムのメインはガンプラだし、ライバルがバットマンやスパイダーマンなの強い。100億以上は一般のファミリー層取り込まないと無理です。ドラゴンボールやポケモンですら超えないから、単純にファミリー層取り入れてもダメなんだよね。100億いって欲しかったという気持ちはわかる。現状でも十分すごいんだけど、まひるよな。一世風靡したとはいえ、20年前の作品で今風じゃない作画で賛否両論あるキャラデザになって足ざまに言われることも多くて、監督と脚本がいろいろ言われててキャスト変更もされてた作品で45億もいったら普通に異様だろ。俺の感覚がおかしいのか。45億でも十分すごいけど、キリよく50億いってほしい。海外含めたらすでにいってると思うが。言っちゃあれだけど、公開決まった時はキララク死亡、アスカが破局死亡、新活躍なしたネームド大量死亡とかありそうだと思ったから、王道ストレートでよかった。今思えば気流だが W。笑いあり涙ありのお祭り作品みたいで面白かった。キラ死ぬんじゃないかとヒヤヒヤしてたから、主要キャラ全員生還ハッピーエンドでよかった。何にせよいい結果を出して終われるってのはいいことだね。20年越しに制作完遂してこの数字だから本当によかったよ。あと1回ぐらいは見に行くかな。最後にもう生き延びあったら嬉しいね。アスランは情報活動するのもあって複数の SNS アカウント持って、そううち1個くらい、オーブ国営アカウントのかがり関連の投稿をしたらすらチェックする。それがありそう。かがりに危険が及びそうなリプ見つけたら、メイリンの協力のもと何らかの事故が起きたりするんやろな。47都道府県ご当地ビジュアルポストカード、47種ランダムコレクター魂あっても、今の上映回数じゃ。さすがに47はきつい。ランダムはランダムでも地方ごとに詰め合わせパックとかにしてくれればいいものを。もう1日1回上映だし、ヤフオクやメルカリ駆使しないとコンプリート無理だろ。ヤフオクやメルカリに出回るほど上映回数ないからコンプ難しいだろう。欲しい人はダブらないとヤフオクやメルカリに出さないだろうし。まだ上映回数多い時期に 3,4 週くらいにラインナップ分けたり、複数枚入りランダムとかだったらコンプしようとする人いるだろうに、1週目の特典小説2日目で切らしたり、特典小説再配布が時期遅かったり、微妙な特典続いたり、特典商法下手だな。正直、劇場フィルムよりこっち優先すべきだったよな。自分のとこの地区だけ欲しいと思ったけど、ランダムはきついわ。かなり長く続いたな。公開前は長くて3ヶ月くらいかと思ってた。とりあえず公式でもちょっとしたことですぐ殴る扱いされてるアスラン WWW。 ちょうど昨日、みんな自由で参ったね。同人誌の2巻買ったんだけど、1巻同様アスラン本とすぐ殴るネタ見てたから、公式でもネタオッケーにされすぎだろ W。 改めてアスランの貫通が草生える。石田キラと殴り合っていません。アスランが一方的に殴ってます。雰囲気で殴り合ってるように見えるだけでね。一応、キラも殴りかかってはいるんだけど、すべてカウンターで返されてる。一回行けたらいいかな。このリアルとなかなかね。20年間の声に、だいぶ罵声の類もありませんかね。
20年の間温かく支えたというよりは20年の間に罵倒し尽くしてみんなスッキリしてたって印象がある。スッキリしてたから偏見なく予策を受け入れられた。1位かそれ以外かのやつはどっか独房にでも閉じ込めとけよ。その中ならそいつは何にもかも1位だろ。それで満足してろ。殴り合うほどのことでもないだろって笑えるところをちょっとエモくなるの音楽の力ってすげえな。 W 声優の演技も相まって騙されそうになるのずるいわ。改めて見ると顔と体のバランス悪いな。途中から興行収入の話になってるのうざいな。浸らせろや。アスランは自分も疎いの棚に上げていってる可能性も捨てきれない。シンはアンチコメに全レスしそう。映画が終映するかどうかでなんで殴り合ってんだよこいつら。カツラの声がするけどいつに間に銀玉やってたんだ。銀さんはこういう感傷に浸るタイプじゃないからな。ズラじゃないザラだ。銀玉でもレイノがダム界でカツラン、ズラ、出る、とか言ってた気がするし難聴。ここまで伸びるつもりじゃなかったのか。得点がもうちょいでかいの欲しいんだよな。良さげなやつ来たらもう一度行こうと思ってずっと立っちゃってるけど最終週に何かサプライズあるかな。うわ、公式サイトの得点パッと見てポストカード3タネ類ランダムだと勘違いしてた。47タネ類はきついって。新潟とか山梨のカード欲しいな。47タネランダムは花からコンプという選択肢が外れるから逆に気楽なんじゃないか。キラは SNS しない方がいいだろ。赤作ったらクソプリ送られまくってやむ未来しか見えない。邦画での100億って歴代でも20作ないぞ。シンが殴られなくて、ああ声優このために呼ぶのもあれだから場面カットしたんだなって思ったらさ、最後に普通にシンの声も出てて笑った。SNS なんて話を聞かねえ野生のクルーゼばっかなんだからキラに触れさせたらあかんわ。 WWW シンが殴られなくてよかった。シンは複数のアカウントを同時に使いそう。相変わらず公式はアスランで遊ぶのがうまいな。ジャンプ映画の100億ラッシュや日本アニメ映画シリーズの頂点であるコナン、日本エンタメの顔の一つであるマリオの大ヒットがあるからいまいちに見えるけど、タネ自由の推定47億前後着地は小畜アニメ映画の頂点だからやっぱ配給の力の差はあるんだよな。むしろシード人気だからこそ今の小畜でもここまでいけたと言える。ただロボアニメの地位が今より断然低かった。初代ガンダムの頃から支えてくれてたんだから小畜を切るのはないだろうし、ガンダムのポテンシャルを再確認できた以上今後のガンダム映画の躍進につなげてくれると信じてる。ハサウェイ、レイも成功してほしいね。最後にもっかい言っとくか、あの興奮をもう一度味わいてえよな。SNS ではなく暴社専用匿名掲示板見ちゃって20年分の怨念、憎悪に曇る純章が見たい。運命の荒れ具合からのごたごたがありつつも20年待った甲斐があったと思えた映画だったし、人生で初めて同一映画を3回も見に行ったわ。後半の出撃、デスティニーとミーティアからの一連のシーンはやっぱずるいんよ。自分の在住県ではもう上映感がないんだけど、思いがけず東京出張入ったから最終週の得点次第ではもう一回見に行くかな。シン、エヴァみたいに VR いろいろ出して都度放映してけばいいんじゃね。こんな内容なのに後ろで必死にシンを抑えてるヒルダ姉さんに笑ってしまう。20年のうち半分くらいは種子なんてクソくらえ、見ろ俺の二次創作を、だったじゃないか。ガンダムキャラで SNS 向いてるのあまりいなさそうだけど、その中でもキラは向いてない方というか、闇そうで怖い。